8月の16日です。暑さもですね、一段落つきまして、ようやくバラの方もですね、また命が吹き返ったという感じです。ただミニバラじゃん、38、多分これダメですね。38、その他はなんとか持ちこたえまして、新しい芽も出てきてます。もちろん挿し木した分も新しい芽がですね、こうやってどんどんもう出てきてるような状態になります。これもすごいですね、新しい芽が出てきてます。ガダニアちゃんもですね、ようやくまた咲くような感じ、こんな感じでガザニアちゃんも咲いてます。ようやくガザニアちゃんもなんか息を吹き返したっていう、そんな感じですね。こんな感じです。それとですね、バラちゃんですね、こちらの大きいバラ、またつぼみの方もですね、このように、出てきました。これは岩さんのつぼみ、あとはピースさんはまだこんなちっちゃい感じのつぼみです。それと、魅惑さんはまだつぼみまだ出てない。あ、魅惑さん、ここにこのつぼみちっちゃいの出てますね、はい。あとロマンティックアンティークさんは先日切りまして切りバラにしましたので、まだ芽はこんな感じです。あと妻の挿し木したバラちゃんたちも新しい芽は出てきてますけど、まだつぼみらしい色は出てません、はい。あとはですね、そちらのガーデナーさんもまだつぼみらしいつぼみがまたちょっと見えてませんね。あと一番端にあります、ルージュピエール・ド・ロサールにつきましては花開きました。見えますかね、あんな感じです。ちょっとこのすだれで見えませんけども、あれです、大きくなんかあれは完璧に花開いてくれると思います。大丈夫なような気がします。ちょっと風で揺れてますけども、こんな感じです。こちらの方の先ほど ありましたバラなんですが、ラバグルードさんの方もですね、こういった感じでつぼみがラバグルードさん2つ出てます。またバラちゃんは四季咲きなんで、咲き始めてます。あとはレオナルド・ダ・ヴィンチさんはですね、このようにこうもう新しい枝がですね、もう30センチぐらい、これは20センチぐらいですけど、30センチ以上も伸びてまして、来年はですね、こちらの方オベリスク作ってみたいと思います。こんな感じです。クリスマスローズは変わりありません。こんな感じで夏越えれたような気がします。ラッキーフィズムさんの仲間も大丈夫ですね、全然、はい。あとこちらまだこの間挿し木しましたバラと、あとこれの方がカーネーション試しにちょっとやってみました。これもまだ全然変わってはいませんけど、こんな感じです。ガーベラちゃん多分ダメです、もう完全にダメになってます。あとここに来てなんだ、なでしこさん品種の重症になってます。ここに来て品種の重症なでしこさん、やばいです。どうなるのか分かりません。こちらのバラちゃんたちはですね、なんとか持ちこたえましたが、ドルチェビュータさんは死亡ですね。今回ドルチェビュータさん死亡です。もうこれ確定でしょうね。一つですね、この枝2本、これも挿し木しまして、芽が、新しい芽が出てきました。これも多分もう下根っこ出てますね、大丈夫ですね。こんな感じでこちらの方も花、小さい花、可愛らしい花も咲くので、そちらの方も楽しみにしています。部屋の中なんですけども、こちらの方の
花たち、もう相変わらず先日大きくなった、コルミネさんの目も大きくなってきました。こんな感じですね、はい、コーヒーの豆も新しい芽がまた葉っぱが出てます。こんな感じで可愛らしく育ってます。